首赤ももブと細み切りクラルアロパリホルイズはキ切り虫科の昆虫の一つ。細長い体で前胸が赤く、全肢は黒い。南日本に稀に知られる。体長9から11ミリメートルのカブトムシ。人色は黒で、頭部の後方と前胸が大々赤色をしているほか、全肢も基部が赤みを帯びる。前胸はわずかに縦長で、長さが幅の約1.1倍ある。 触角は前肢の3、5に届く程度の長さで、量はない。また、触角の第3節が短く、第1節、第4節より短い。前肢は後方で幅広くなっている。ふわしは細く、特にももぶしは細長く、キブ側は細くて、殻のようで、先端近くで急に膨らんで、こん棒状となる。葉の上を歩いている。 養成虫は4から5月に出現し、カイデやカマツカなどの花に集まる。幼虫の奇襲植物はソヨゴ、モチノキ、クロガネモチなど。また本種は単ため生殖を行うことが知られている。日本ではメスの実しか採集されない。本州では近畿地方異性四国南部、九州北部と、他に津島、種ヶ島、薬島から知られるが、分布は、 局所的でカスガヤマヤガ牛山など一部地域を除いては稀にしか見つからない。原生林を残すような団体樹林体に点々と記録される。本属の昆虫はインドシナを中心に20種ばかりが知られ、日本には本種と以下のもう一種がある。以下、種として大林、新里編長 P462 林田編長 P75 林田編長 P75 以下、大林、新里編長、P462、林田編長、P76、大林、新里編長、P462、林田編長、P76。ありがとうございます。